県道の崩落現場。その先にある日の岬地区では現在も235世帯の孤立状態が続いていて、今日も崩落現場では復旧に向けた調査などが行われていました。取材班は今日、崩落現場近くの迂回路を安全に留意して通り、孤立している日の岬地区に入りました。取材したのは日の岬にある雨竜という集落です。連休ダメでしょ、ね、キャンセルが8月の予約も全部さ、受けた、もう生活に困るわ。夏はやっぱり予約がいっぱいでした。予約全部キャンセルになっちゃった。日の岬に暮らす人の半数以上がこの雨竜で暮らしています。幸いにも電気や水道などのライフラインに影響はありませんでしたが、出雲市大社町へと続く唯一の道路の崩落に住民は困惑の様子を隠せません。どうしようかなというふうに、まあ、全く考えがつかんですよね。同じところ2度目なんで。あ、そうなんですか。はい、自分が中学校1年生の時にも同じことがあってますね。仕事でももちろん、あのプライベートでも使う、もうあれ1本しかないので、はい、学校は今日は休み。あ、学校何したい。え、友達と遊びたい、うん、ここで漁業やってます。これから何年かかってやるかわからんけど、早くやってくださいな、もらわな大変、うん。そしてこちらは雨竜地区唯一の商店です。牛乳も、はい、明日入る、はい、はいはいはい、明日一通り入ります。はい、店主に店の中を見せてもらいました。そっかや、野菜とかがなかなか棚が、日用品などを取り扱うこの商店、道路崩落で思うように仕入れができず、野菜や肉などの商品は棚から姿を消していました。食品は、まあ、向こうから現場まで運んでもらう、運んでこっちからまで取れて徒歩で荷物を運びます。まあ、明日はもう手配してほとんど品物を入れるようにはしております。そんな中、雨竜港を出港しようとする一隻の船を見つけました。国交省の港湾業務艇白州です。午前9時20分、大社港です。緊急物資を積んだ船が間もなく出ようとしています。今朝、近くの大社港から出雲市からの依頼を受けた白州が、水やアルファ米、大根、パンなどを積んで雨竜港に向かったのです。出雲市の飯塚俊之市長も船に乗って現場入りしました。地元の方々とも意見交換をする時間もありますので、そこで我々が今持っている情報も共有していきたいと思いますし、また要望も聞いてですね、支援ができる体制を組んでいきたいというふうに思っています。そしてこの船で届けられた支援物資は地区のコミュニティセンターに運ばれていました。午後には日の岬の住民や災害派遣医療チーム DMAT などが一堂に会して災害対策本部会議が開かれ、今後の対応などを協議していました。そして復興に向けた動きはこちらでも、日の岬郵便局、今の通勤と道路が崩落したために今止めてるんだけれども、雨竜地区内にある日の岬郵便局です。おととい午後に孤立して以降閉局していますが、一刻も早い復旧に向け職員が訪れていました。道路がきちんとできていれば、何事なければ問題ないんですけども、うん、社員の安全確保と同時に地域の安全確保みたいです。書き入れ時、夏休みを前に孤立してしまった集落。崩落した県道の修復のめどは立っていませんが、一刻も早い孤立解消が望まれます。